ね、チーズをかけるといい。ねえ、で、泣きまして。コーラ、これです。それはなんですか？何それ？なんか初めて見るな、これ。たい焼き焼き。たい焼き&お団子だっていう。じゃあ、開けてみます。今日は、このお皿を作ってみたいと思いますが、ちょっとお待ちください。お待たせしました。今日テンション高いね、チナ。チナさん、今日テンション高いね。うん、どうしたの？なんかいいことあったの？スマジーとかあります。チナ、なんかいいことあったの？え、ない。なんでそんなにテンション高いの今日？え、チナが今日真ん中だからよ。ああ、真ん中だからテンション高いんだ。違う、喜んでんの。なんて？喜んでんの、真ん中だから。ああ、そんなんだ。団子さん、なんでポポ、え、作ってるの？何それ？おばさん、誰のじゃん？ん？これバスタオルだよ。何言ってんの？風呂入ってきたの？何した？何やってんの？これなんだこれ？ん？え、作ってんのよ。今日買ってきたのこれ。はい、次行くよ。怖い、レミ。はい、ん？対象年齢室変えてんだよ、これ。あの、どうですか？楽しいですか？うん。楽しい。ちょっと、なん、これ、うるわ、楽しい。どういうのが楽しい？パパも前、いろいろやってた。いちごじゃない？今、いろいろあるね。昔はさ、パパの時はね、ほんと、寝る寝る寝る寝とか、そういうのしかなかったんだよ。まあ、今、現状、今、エナがほとんどやってるみたいだよね。え、うん、おもりっちょにした。ちょっと、早く始めてくんない？あ、今、泣ける。今はこれ何作ってる？さ、ね、お団子焼き。お団子焼き。まあ初めて聞いたけど、日本語に今はお団子ないと思う。お団子とたい焼きを合体してお団子焼きですか？ねえねえ、ジュースあるよ。見てください。見てください。ジュースの元ですよ。ね。なあ、これ、これいちごゼリーの元。せちなの？せちなの？これジュースじゃない。ん？どれ？どれ？見せてみて。ラムネの元だって。ラムネちょうだい。ラムネじゃ。ちょっと返して。ダメ。ねえ、返して。ダメだって。はい。返して。あるじゃん。だってわかるでしょ。一つだけ。パパそういうことしないでしょ。これ開けてないもん。パパそういうことしないよ。しない人だって分かってるでしょ。ねえ、見ててパパ。はい。見たけど、なんですか。ちょっとつぶれちゃったの。パパもやる場合じゃない。上切ったね。レミのがない。あれだって汚いからレミのはない。なんでの、なんだって、なんで汚いの？汚いからレミのはない。なんで汚いの？なんで汚いの？何が汚いの？ねえ、どんな味だってよ、よだれ垂れてるの。よだれつけろ。ちなも、ちなやってみてよ。やだ、やだ、ちなやる。最初ちなやったんだよ。みんなのやんねえよ。だって やる？やだ、汚ね。汚ねってなんだよ。じゃあだってこればいいじゃん、パパ。え？洗ってこればいいじゃん、自分で。ねえ、洗ってきて、自分で。ねえ、洗ってきてよ。ねえ、洗ってきてよ。いいよ、洗ってきてよ。はい。うちの大きさにしないの。
それ何何今何なんだっけ、これ何、今次4番、4番何、たい焼きを作る、たい焼き、あちなこれで、これ何なん、いやこれ余ったやつ、余ったやつ、うん、もうやんないでよ、余ったやつここに置いてる、もうやんないでよ、パパパパもうやんないでよ、んもうやんないで、やらないです、何やらんでしょ、レミね、うん、変わると思う、レミマークで切る、切る、切れてるんですか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 、長所より火です、いや違う、長所力は切れてるんです、切れてるんですかって言われてる方だよ、でみんな混ぜる、長所さん切れてるんですか、ねみね、これが切れてないですよって言うんだよ、これ前やってたじゃん、切れてるんですか、切れてないですよ、やっと切れてないですよ、やってちゃだったの、はい、切れてるんですか、切れてないですよ、違う、切れてないですよ、切れてるんですか、切れてないですよ、切れてないですよ、切れてるんですか、切れてないです、切れてないですよ切れてるんですか、切れてないですよ切れてるんですか、切れてないですよ、次パパが言って、切れてるんですか、切れてないです、パパンは。パパも参加してみるか。いつも今やってるじゃん。なんで。パパもやってるか。パパをやればものすごいものができると思うんだけど。ねね。やんないから。今まで以上に。どれ。じゃあパパとこれこっちに入れて、うん、これただ入れるだけでしょ、このまま入れればいいんでしょ、ね、ちょっとこれ飲みたい、これと一緒に、どれねえもう一回上がってきて、うん、あ、欲しい、これ全部入れちゃっていいの、いいよ、ちょっとあのこっちの方少ねえな、ねえねえパパおばさん、パパおばさん、おばさんってここまだ、うん、ちょっと待って、パパおじさん、パパイケメン、なんだイケメンって、パパおじさん、もっとかっこいい、壁ドンをすれば、失神、女性が失神する、何か壁ドンしたのパパ、あーあーなんかこの辺、ここは別にいいんだけど、でも好きな、まあ、好きなの、行ってごめんなさい、はい、ここよく見てください、いやーレミ自分ね、はい、鼻ですか、あこっち見てなかった、ママ鼻さここにぶつかった、じゃあテーブルにあるのね、テーブルに上がって、たい焼きって書いてる、ねえ、パパ、うん、テーブルに上がって、んパパ、テーブルに上がって、パパ、お前、パパに怒られたのにまだそういうことするのか、ね、パパ、んうんとさ、ここさ、テーブルのどこにぶつかった、自問自得って言うんですね、待ってびっくりした、まだちなみにやられたのかな、ここ、洗わなきゃ、んそこまだ長使うの、じゃあこれとこれ使おう、じゃあ洗ってみよう、ちょっと違う、まだいない、お団子食べて、パパの手ずぶん長いね、えこれ手ずらって、ちょっと押せばいいの、そうしたらさ、あこれラムネだよ、分かった、このジュースでしょ、これだって、ね、これこのコップに入れて飲むんでしょ、ちょっともうやめて、どうだ、めっちゃいい、パパにやっ
出て行って何それ、怖い。ほらもう出てる。なんでパパに会ってきたの？タコ。ん？誰に？パパに。どうした？水。最近あんまりね。どうした？いやちょっと今使ってる。どうしたのお前本当に。ねえお団子食べていい？ん？お団子全部できてから食べよう。なんで？その前にパパを食べるみたいな。やだ。ん？やだ。こないだじゃあなんでチューしたの？なんでチューしたの？チュー？うん。この間って何これ完成？昨日？おっと？完成したよこれ。昨日じゃん。完成した？昨日さ、そうしたじゃん。何それ？なんていうの？いちご。なんだっけ？いちご大福。パパのこと好きだから？パパのこと嫌いだから。嫌いだとチューしないよ。待って、ちょっといちご大福って。嫌いだとチューしないよね。ねパパやってみ。何したの？これ取って。うん？取って。簡単だろ。ええー。取ってどこに入れればいいの？チョコとか重ねるんだよ。中に。チョコとか重ねる。この中に入れるわけないでしょ。中にチョコ入れるの。どこに？でそれを。どこにこれを入れる？うん中にチョコを。この赤い皿に入れて。赤？赤。赤い皿だな。赤い紙に。紙ね。あ。ねえびっくりした。あいいんじゃない裏だ裏で裏。これを表にやれば3度になる。そうチョコまずかける。チョコかけとくいいんじゃないですか。この間にこう綺麗に取れるよね。そっちエナやってやつだよね。そうだ。まあなんでチンしたら簡単にあれだね。なんかできちゃったね。ほら、すげえな。あら、もう完璧ですわ。取れました。ちょっと待って、チョコたっぷりにしましょう。うん、全部好きじゃん。そうですね。カロリー高いけど。これ団子にも使うから残して。あ、団子。うん。いいよ。うまくじゃ乗ってるから。手を使わないで。手使えば簡単だけど、まあ、見栄えが悪いの。危ねえ職人みたいな。ああ！びっくり。さっきと同じじゃん。なんでさっきはパパで来たんだろう。パパなんでいるの？パパは一個目だったから。一個目ここにただ置くだけだった。たまたま裏返しになったけど。いけいけいけエナ選手。やっちゃえ。ほらほら刺せ刺せもう。ちょっとだけ。もうツルツルとかついちゃってる。うん、だ裏側からさせば、うん、そのまま手でやってみやもう。分かった分かった。うん、だ手でやってみ。よーし。よし。よし。やっと終わりました。終わった。あとちょっとだ。うん、ね、青いやつ。これ？それこれをまたこの中？みたらしタレ、タレだって。ねえ、パパ、タレ、タレ作るんだね。パパ、パパなんでさっきさ、うん、こういう顔してたの？集中してるから。パパ、集中するとき、顔変わるんだよ。息も止めるし、集中するとき。ゴルフやる人もね、ゴルフわかる。ゴルフやる人も、ほら、ショットの瞬間、息止めるらしいんだけど。それで死んじゃってる人いるちょっと怖い、ね、ちょっと疲れちゃった。このまま入れちゃえばいいんじゃない？ねえ、はい、ねえねえちょっとパパパパ疲れた。ん疲れた。お前何もしてないだろ。バカバカ。チナお団子これでねえチナお団子食べる。これで何ができる？みんなさこれ食べるんだって。なんだっけみたらし団子の元だから。あ、これ団子つってんじゃん。団子つってる。あ、じゃあチョコじゃな、いらなかった。チョコは違うだよな。チョコかと思ってた。そういうことか。じゃあチョコは余ったってことだ。わ、これも物の匂いだ。どれ？の少女の大好きだ。入社。うん。なるほど。これ今のお菓子はすごいね。ジークマシー的なものは。
あのこの寝る寝る寝るねしかない世代ジュースできた。何これ。あ、相談の味。マジでこれ。ダメだ。ちょっとねえ。ねえなに。それこれなんか足りない。もう入ってるから。ここまで来るはずなんだけど。うん、その分味が濃厚になってるから。落ちちゃった。落ちちゃったんだ。じゃあ次は。こぼしたのか。あんまり入れれば味薄くなっちゃう。よっしゃ、来た来た。うん、枝の大好きな刺すやつ。何を刺すやつ。こうやって刺すんだ。あ、でつけて食べるんだべ。え、ああ、なあ、わかったわかった。団子、あ、それで。え、昨日も団子した。食べる。三つ子三兄弟になるわけだ。は。うん。ね、えー。三つ子三兄弟ね、団子三兄弟だよ。バウンは。ええの。で、誰が何を食べる。はい、完成。えなこれ。ちなこれ。レミこれ。でいいの？うん。決まったの？おすごいな。すごいね。連携が。喧嘩になんないの？はい、レミから。どうでしょうか。ちっちゃく持って。いい。ちょっと待って、自分で持って。どうですか。あ。えちょっと。うん。ジュース、ジュース。もう食べちゃったのレミ。どう？いただきます。あ、えな。えなは今度。たい焼き。これメインだよね。うん。ちっちゃまたん甘い、うん、飲んでみんあ、ちなも食べてうん団子うんでどうですかうん美味しい団子なのでパパも食べていい、うん、いや、ダメ1個だけダメいや、まあ、3個あるなっ OK やもおいしすぎるだあの、こぼしてるのもあるし水入れすぎないあれ、ちょっとパパもパパになあ、ちな、だんこれもっとつける、もう一回つければいい。どれどれ、パパつけたの、パパつけたの、パパつけたの、え、一番上。これを一番上にやって、そうするとつけやすい。ねえ、ねえ、なんでこっち薄いの？はい、だ、水の入れすぎ、あとこぼしてるから、ねえ、どうしよう、うん、どう？うん、食べやすかあ、もうないの早いなこれがもうちょっとでかかったな、うん、どうだったたい焼きどうだったえ美味しかった甘くてふわふわしててたい焼きの味したちょっとえなたい焼きの味ねジュースちなちな卵どうだった美味しかった美味しかった大丈夫だろレミがなんか今本当にえだからえ水の味飲んでみちょっとちっちゃなあの棒はんあったでもこれいや大丈夫なのパパ舐めたいんだいいよ別にうん汚いけど汚くないよ、ね、ダウンの味するよりいいだろあーやめの匂いするけどこれは水の味なのどれ飲んでみ悲しいわちょっとちょっとちな何食べてんのゴミゴミゴミ食べちゃったはいゴミゴミどうちょっとうん、ダメ、マジダメちょっと薄いけど、美味しいね、ネミもう一回飲んでる、ちょっとだけヨード全部の、シナ全部飲まないでよえ、ちょっと、ちょっとちょっと